次にご紹介するのはこちらのはるばるというお店なんですが、こちらはピザがとってもおすすめで、ランチとしても夜の居酒屋としても利用ができるお店なんですよ。それでは行ってきます。オープンして2ヶ月、釜焼きピッツァと鉄板焼きが売りのはるばる。昼は OL や主婦に嬉しいお値打ちランチ、夜は一杯飲みたい仕事帰りのサラリーマンに一品物が揃う、昼と夜でメニューの内容が変わるお店です。ランチは自慢のピッツァで勝負。ランチタイムは3種類の中から好きなピザが選べるんですけど、やっぱりシラスが好きなので、私はシラスのピッツァでお願いします。はい、かしこまりました、ありがとうございます。はるばるのこだわりは生地にあります。生地の命ともいえる小麦粉は北海道産 100% の粉を使用、そうすることできめの細かい生地に仕上がります。そして生地を焼く釜にもこだわりがあるんです。うちの釜はあのミラノの方から運んでいただいた、そこにもこだわりが。そうですね、ミラノから直輸入した釜で焼くことで外はサクッ、中はもっちりに焼き上がります。ランチタイムのピッツァは生地のもちもち食感がたまらないボリューム満点のナポリ風ピッツァ、具はもちろんピザ生地も味わってほしい一枚です。うん、うん、あ、すごいガーリックがすごい効いてますね。そうですね、はい、シラスの塩味とねガーリックの風味で食欲そそるようになってます。生地ももちもちで結構食べ応えがお腹に、はい、どっしりくるような感じの、うん、はい、生地になってます。1枚食べたら結構お腹膨れますね。これピザが売りのはるばるなんですが、見てください、こちらが先ほどいただいたお昼のピザ、そしてこちらが夜のピザ。見た目が何か違いますよね、わかりますか？この2つのピザの違いを教えてください。お昼はですね、生地にボリュームがある、ナポリ風のピザをご提供しております。夜はですね、ワインやビールなどとご一緒に軽く召し上がれる、ローマ風の薄焼きタイプのパリッパリのクリスピータイプをご提供しております。お客さんのニーズに合わせて生地の厚さを変える、これもはるばるのこだわりです。夜に登場する薄焼きピッツァの中でおすすめはちょっと変わった白いマルゲリータ、マルゲリータビアンカ。トマトソースの代わりにホワイトソースを使ったまろやかで食べやすい一枚です。クリーミーでまろやかですね。白いマルゲリータって初めていただきました。そうですか。またね、普通のマルゲリータと違ってね、うん、割とこうまったりとした味になって、ね、はい、お昼のタイプとはまた違って生地が薄い分、はい、パクパクいただけそうですね。そうですね、はい、またお酒とかも、そうお酒とかと一緒に進みそう、はい、夜のメニューにはお酒に合う料理が揃っています。おすすめは大きな鉄板を使って目の前で焼いてくれるお好み焼き。一見普通のお好み焼きのようですが、ちょっとアレンジが加えてあるんです。うん、ふわふわ。あ、これほんのりこれカレーの味がしますね。そうですね、はい、ちょっと変わったお好み焼きをということで、はい、あとこれなんか中に入ってますよね。中に沖縄から送ってもらっているスパム缶ですね、はい、これを細かく刻んで。結構たっぷり入ってますよね。結構たっぷり入ってますね。ボリュームが非常に、はい、お好み焼きの、ね、ファンの方もピザとも負けないぐらい多いんですから。お好み焼きに入っているスパムでピンときた方もいるかもしれません。そう、はるばるには沖縄料理もあるんです。ちょっとしたパフォーマンスが楽しいだし巻き卵、端からくるくるっと巻いていけば渦巻き模様が可愛いだし巻き卵の出来上がりです。口に入れた瞬間とろっととろけるのは豚の角煮。オーブンでじっくり中まで火を通すこと1時間、噛まなくても食べられると言っても過言ではないほどの柔らかさに仕上がりました。こちらもお酒のお供に欠かせない一品です。リーズナブルなピッツァランチがあるお昼、ちょっと変わったお酒のお供が揃う夜、お好きな時間にぜひどうぞ。はるばるは
名鉄大田川駅から徒歩3分のところにあります。